うわ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 、これはえぐい。3台の事故か。うわ、これトレーラー通れんのか。あー、今日はまた最悪ですよ皆さん。またまた急遽カメラ回してるんですけど、新東名がね、事故渋滞でっていうか、まあ通行止めなんですよ。新東名高速が事故渋滞で通行止めで、まあ普通は東名高速に逃げますよね。で、東名高速回ってずっと順調よ走ってきたんですけど、大井川のスマートインターっていうかね、あの辺でね、工事やってるんですよ。で、工事で、ちょっと渋滞してるんやろうなぁとは思ってたんやけど、まあ、結局は、あれですね、その、工事が原因か分かれへんけど、こっちの東名高速の下りでも事故やってるんですよね。そう。ほんで、もう、見ての通りのこの状態ですよ。全然動けへんみたいな。なんかパトカー来ましたね。一番右。で、なんか消防車か救急車かパトカーがわからんけど、反対車線がうんうんなってて、さっきまで。これ多分、事故、今んとこ多分9キロ50分ぐらいなってると思うんで、どの車線で事故やってるかっていうのがちょっとね、分かれへんねやけど、パトカーが一番右から今バーって行ったからね。真ん中なのか左車線なのか右なのか、果たしてどんだけ大きな事故に僕は巻き込まれているのでしょうか。まあ、時間はね、まだ余裕はあるから、多分時間内にはお荷物は間に合うとは思うんやけども、これ430の休憩もう一回取らなあかんパターンですね。次また4時間以内で兵庫県の方まで届けへんな。これ50分渋滞はまったらきついよね。9キロ、もう今10キロぐらいなってるんちゃいますか。うん、いや、ちょっとコーヒー飲む。喉乾きますがな。よいしょ。なんかもうここの事故渋滞ばっかりやな、俺いつもなんかハマるけど、ここ最近ちょっとなんか運悪いというか、ね、なんやねんって思うわほんま。普段やったらもうガラガラの時間帯ですよ。ちょうどもうね、深夜0時はまだなってないけど、まあ、23時回ってるんでね。普段やったらこんなとこガラガラですよ。いや、めっちゃでかい事故じゃないですか、多分。え、なんかチラって見ながらトラックっぽい感じ、なんかトラックなんか横転はしてないんかな、なんかトラックなんか真横になってない、今一瞬チラってなんか見えたけど、みんなめっちゃ入ってくる、どうぞどうぞ入ってください。めちゃくちゃあれですね、でかい事故やな。パトカー止まってますね。うわ、なんかバイク、これ三車線どころかなんかえぐいことになってるよ。うわ、これはえぐい。これは、うわ、10トン3台の事故か。うわ、これトレーラー通れんのか。うわえぐいな、これ。うわ、箱がえぐ。こっちもや。車、エブリィ、軽トラ、で、10トン。1、2、3。何台やった ?6 台。6台ぐらい絡む事故でしたね。大事故です。ご視聴ありがとうございました。